どうも、ゆうチャンネルのゆうです。本日は久々の夜実践です。でですね、鬼滅の刃の炭治郎、こちらのマキシマティックのフィギュア、こちらが出たので、こちらの方やっていきたいと思います。それでは、やっていきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、そしたらですね、鬼滅の刃、かまど炭治郎のマキシマティック、こちらのね、でかいフィギュアですね。こちらの方やっていきたいと思います。結構ね、モーションがついとるフィギュアですね。そしたらこちらの方ですね、真ん中の方から先やっていきたいと思います。どんだけ動くかってですよね。こんだけでかかったらあまりちょっと動かなかったですね。そしたらですね、奥左爪でちょっと確認していきたいと思います。重心がどっちか基本的に分かってないんで、どうしようかなっていう感じですけど、おっと、これはやばいぞ。これはちょっと左側が重たそうな感じしますね。そうしたら次、右側でちょっと確認していきたいと思います。さて、ここで動くかどうかで、あー、こっちは動きますね。そうしたらですね、奥側両爪でちょっとやっていきたいと思いますね。さっき右手動いたのでいけるかどうか、ここで持ってほしい。おー、いい感じでは動いてますね。さすがです、漫才さんですね。そしたら次、手前でちょっと横にしていきたい。左爪でどこまで持ち上げるか、おお、いい形にはなったけども、ちょっとでかいんで縦にできるから、ちょっと箱が縦っていうか縦になったんで、ちょっと上げて形を戻していきたい。おしおし、戻ったんで、どうしようかな、次回していく形でしょうかな。ここで回していけるかどうか、はい、うっ、おー、いいですね、動きめっちゃ動きいいですね。そしたらですね、横にしていきたいんで、手前ですね、奥にしようかな。奥をギュッと上げてほしい。あー、キュッキュみたいな感じですね。そうしたらどうしよう、もう一回やろうかな、奥。さっきより若干手前ですね。ここで持ってけ、やって、やばい。とりあえず戻りましたね、橋上に。そうしたら横にしていこうか、手前ですね、これ手前でグッと持っていけば、あー、そうですか、なんか1からスタートみたいな、最初の初期ほぼセルフ初期ってですね。あー、ダメやな、ちょっと横に移動します。そうしたらですね、まあ、ちょっと横に移動して、さっきのを踏まえてちょっと手前からスタートしてみます。さて、どう動くかですね。あー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 、いいですね、このバウンドがすごい重たく感じですね。すごい重たいんやな、したよこれ。そしたらこれで横にしていこう、横になれ、横に、もちろんすごいいいんですよね、やっぱ爪の角度がね、すごくいいんですよね。よし、これで横になるかどうかですね。来いよ来いよ、おー、いい動き、いいっすね。よし、そしたら奥ですね、もう一回奥で右へ持ってきほしい、右へ持ってきよ、ゴッ、おー、ゆっくりですけど、まあまあまあ、行っとるんで、徐々に行っていきましょう。もう一回ですね、ここでちょっとでも手前へ引いてこい、よし、おー、行ってきた、オッケー、これはもう大手っぽい気がするけども、
手前を外せばいけるんじゃないでしょうか。ということで、ここ上げていったら左の手前が崩れると思います。これでよしよしよし、オッケー、思った通りに外れてもらいましたね。そしたらですね、こちらのかまど炭治郎のマキシンマティック、こちらの大きいフィギュアですね、こちらの方ゲットです。それでは次行きます。はい、ということでね、次来たんですけど、今日ですね、本日東京リベンジャーズ再販のチフのフィギュアですね、これちょっとやってみます。ちょっと 前やって撮ったんで、ちょっと重さ確認したりとか、真ん中で、おおおお、持つかと思った今。いやでも、あー、人気なんで多分きついと思うんですよね、爪も。これさっきちょっと見たんですけど、爪かなりえぐい形してましたね。そしたらですね、稼働、ここでどんな動きするかですね。あれー、マジかー、すごいな、これはかなり対策してますね、店側も。さあさあさあ、そしたら次逆方向でやっていきましょうか。爪手前ですね。さあ右爪でどうなるか。いや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 、ちょっと爪もね、ちょっと普段とニアン、この万代さんの角度ですよね。やっぱすごいですね、この地風の効果。実は上げてちょっと最後確認してもう帰りたいと思いますね。無理だな、よろしく頼む。上がるも上がるけど、あー、もう帰りましょうか。はい、そしたらですね、本日は鬼滅の刃マキシムマティックのかまど炭治郎、こちらのでかい箱ですね、こちらの方をゲットしましたので、家に帰って開封の方をしていきたいと思います。綺麗ですね。それでは帰って開封します。よろしく頼むぞ。はい、家に帰ってきました。というかね、まあ翌日になるんですけど、これ開封しようのはね。そしたらですね、こちらの鬼滅の刃のかまど炭治郎マキシムマティック、こちらのフィギュア開封していきたいと思います。めちゃくちゃでかいですね。動きあるんで良さそうですね。はい、上の方開封していきました。でも見た感じですね、裏ですかね、箱裏が重たい感じがしたんですかね、これ。そしたら出していきたいと思います。はい、出していきました。結構でかいですね。ほうほうほう、でかいな。そしたらですね、こちらの方組み立てていきたいと思います。はい、そしたらですね、かまど炭治郎、こちら組み立ての方完了いたしました。ちょっとでかいな、結構でかいですね、このシリーズは。いやー、かっこいいですね、このモーション、動きがあるもあれですね、フィギュアですね。いやー、かっこいいですね、やっぱりいいな。そしたらですね、本日の動画これで終了したいと思います。少しでもよかったらチャンネル登録、高評価、通知、コメントよろしくお願いします。